はい、どうも、Kチャンネルです。今日はね、牛首ダムの上の方にある大野城憩いの森にあるキャンプ場に来てます。今映ってるのは今日持ってきたものです。寝袋でしょ、テント、あと自転車を覆うやつ、食べ物関係、マットといつもの椅子とテーブル、あと衣類ですね。こんな感じです。それでは今から、とりあえず初めてですけど設営していきたいと思います。はい、キャンプ場について約1時間ですね。なんとなく設営も終わりました。こんな感じです。最低限って感じですね。寝床はこんな感じです。あとは寒さに耐えれるかどうかですね。それでは近くのセブンイレブンまで買い出しに行きたいと思います。はい、それではご飯を炊いてみたいと思います。2合持ってきてるんで2合炊いてみましょうか。1000枚です。はい、次はこちらのスモークタンを焼いていきます。いただきまーす。あ、ちょっと待って、いいか、とりあえずそのまま食うか。やばい、食欲が強い。
おはようございます。無事朝を迎えることができました。寒さはね、なんてことなかったんですけど、イノシシがね、何度もこの周りをうろついて鼻息を吸ってくるんですよ。それが怖くてね、あんまり寝れなかったんですけど、まあなんとか無事に、ちょっとね、自転車にかけてたブルーシートに穴が開いてましたけど、被害はそれぐらいですかね。それでは、カップラーメン食べて、コーヒーを入れて飲みたいと思います。完食でーす。はい、それでは食後のコーヒーいただきます。ちょっと固形燃料ケチってね、ぬるいやつでいったんでダメかと思いますけど、まあそれなりに美味しいですね。それではちょっとゆっくりして帰り自宅を始めたいと思います。から帰りたいと思います。小野城の森キャンプ場泊まってみたんですけど、まあ安くて設備も整ってて初心者にはいいんじゃないでしょうか。一応管理人みたいなのがいるんで、夜も一人常駐してくれてるみたいで、その点で安心だと思います。門がね、朝6時から22時、夜の22時まで開いてて、閉まってるんで、一応部外者は入ってこないので、人間的にはまあ大丈夫だと思うんですけど、ただ野生動物が、やったら出てくるみたいです。昨日もイノシシが、テントの周りをうちょろしてて、まあ、正直で怖かったので、まあなかなか殺されることはないと思うんですけど、まあ、骨折とか支援してきてってことはあり得るんじゃないかと思います。まあそれも楽しみの一つなので、管理人さんによると昨日ウリ坊を連れてたので、まあ警戒心が強いですね、子供がいるときは。ですからまあ危険な状態
刺激しないように、しとくのが一番いいみたいです。もし襲われ始めたら、高いところに行って、長い棒かなんかで頭の額の部分とかをね、つつけばいいですよみたいなことをおっしゃってました。まあ、とりあえず昨日は無事だったんでね、しかしキャンプ場で、管理されたキャンプ場でこれなんで、無人の以上です。